大阪地方裁判所は、大阪府大阪市にある日本の地方裁判所の一つで、大阪府を管轄している。略称は、大阪地裁。堺、岸和田に支部を置いている。大阪府を管轄しており、大阪地方裁判所には、大阪市北区に置かれている本庁のほか、堺市堺区及び、岸和田市に、地方裁判所と、家庭裁判所の支部を設置している。 前述の3カ所に、池田市、豊中市、水田市、茨城市、東大阪市、平方市、富田林市、羽び野市、泉佐野市の、京急箇所を加えた12カ所に簡易裁判所を設置している。また、本庁の所在地には、大阪第1第4検察審査会が、支部の所在地には、堺検察審査会及び、岸和田検察審査会が、それぞれ設置されている。 本庁堺支部岸和田支部ただし、行政事件は、本庁で岸和田支部管内の合議事件、少年事件、または裁判員の参加する刑事裁判は、堺支部でそれぞれ取り扱う。2005年4月1日施行の知財交際設置法により、知的財産権に関する第一審のうち、次のものは、大阪地方裁判所と東京地方裁判所の2、 裁判所の専属管轄となる。特許権事件実用新案事件犯、同体集積回路の回路、配置利用権事件プログラムの著作権に関する事件で除外される第一審の裁判所を管轄する高裁が、その管轄地域の控訴審の管轄の高等裁判所となる。特許庁の新決等に対する取り消し訴訟については、東京高裁の専属管轄で除外される。 なお、知的財産高等裁判所は、第一審の裁判所を管轄する高裁のうち、技術型訴訟の控訴審に関してのみ所管する。技術型訴訟は、東京高裁内在の知的高等裁判所管轄のみの専属管轄。上告審は最高裁判所である。特許権事件のうち、特許庁の新決等に対する取り消し訴訟は、特許法178条により、 東京高等裁判所の専属管轄であり、東京知的財産権高等裁判所が、その第一審となる。非技術型は、第一審は、各地裁、東京地裁、大阪地裁の競合管轄。その控訴審は、第一審の裁判所を管轄する高等裁判所。上告審は最高裁判所である。集中部を含む。括弧内は、任期、移動先等の順。 ありがとうございます。